枚目です。うわ全員でだから15枚16枚は入ってるってことですよね。そうね、俺もうすぐ3枚なくなる。あの皆さんタバコ吸ってたじゃないですか、さっき。あそこのタイミングで僕吸ってないからちょっと外れてたじゃないですか。あの時にちょっとスタッフさんと話してて、1個だけちょっと俺これ聞いてみようと思ったことがあるんですけど、僕昨日あのホテル行く前にモンブランプリンを買ったんですよね。はいはいはい、買ってましたね。で、普段お菓子とか食べるんですかって言われたから、はい、あんま食べないですって言って、何食べるんですかって言った時に、まあ、プリン昨日買いましたねって話したら、はい、それお菓子ですよって言ったんですけど、はいはい、モンブランプリンってお菓子なんですか。え、じゃあ、それデザートっていう意味。デザート、俺お菓子のくくりに、みんなで飯行ったじゃないですか、はい、前日、はい、で、まあ終電、ほぼ終電みたいなのって帰ってきてるわけですから、はいはいはい、11時、11時半くらいですよ、はい、そうですね。で、まあみんなでコンビニ行って水でも買って帰りますかっつってコンビニ行って、はい、僕ともっくんはね、あの朝飲むコーヒーとか、はい、その場で、ね、お茶とか水とか買ってるのに、ガットさんだけあのスイーツコーナーで迷っててで、買ったプリン、はい、お菓子かどうかよりそっちでしょ、問題は。そっちですか。ガットさんの袋だけパンパンでしたもんパンパンに買うなよ、あの時間帯から。だってモック君とジロー君は、はい、あのバニラアイス食べてるじゃないですか、あの居酒屋でね。居酒屋、はい、だから俺はその補填というか補填やっぱ食べてない分食べとかない食べてない分あそこで行っときたいなっていうのがあったんで。え、だって覚えてます、はい、この人数で行って唐揚げ全部で5個頼んだんです。あのでかい唐揚げ。確かに。だって来るたびに唐揚げ頼んでたんだからあ、そっか、まあ、それで簡単に頼んだの。確かに。で、あと大ちゃん焼き4ですよ。大ちゃん焼き4、ね、行った、すげー行った。あんまタイトル言うんやめてもらってお店のタイトル言うんやめてくださいえ、大ちゃん行ってんのって思われるんで確かに結構食った後だったんですけど、 そう、まあ、そこで、ね、モンブランプリンがお菓子っていうくくりなんだってのを今日僕知ったので。だからスイーツコーナーってお菓子じゃない。お菓子だって、丸めて、ああいうの丸、そう、スナック菓子も含めてお菓子、うん、あ、だからお菓子の幅が狭かったんですよ、すごい。お菓子とかがお菓子だと思ったんで、板チョコとか、板チョコとか、そういうチョコとか、はいはい、あ、スイーツとお菓子は別だと思ったもんね。別でしたね、完全に。え、じゃあシュークリームはお菓子じゃない。お菓子じゃないと思ってました、はい、チョコレートはお菓子。お菓子です。え、じゃあチョコシューは。お菓子ですね。うわ、むずうわ、それむずいな。シュークリーム、スイーツだったらシュークリーム、スイーツガットさんだけです、むずいな、ね、全部お菓子ここまで行ったらちょっともうガロで言わしたいけどな。まあもうそうだよね、わかる。いや、そもそもあれだよね、もう9の位置が納得できないよね、こっちはね。そのこっちからこっちからしたら、これ50%に持っていきましょう、今日中に。そうね。ってことはあと7回か。初当たり7回全部ラッシュ入ればいいだけでしょ。多分それってまくってんな、うん、まくってる、絶対まくってる。うふー、緑保留で魔獣が出て。ああ、なるほどね。今日一番可能性あった。最後のボタンが熱いってことですね。あれ、なんかいい音してますよ。もうなんかこれじゃちょっとって思っちゃうんですけど、騒ぐほどのもんじゃねえと。なるほど、綺麗な色。へえ、綺麗な色、澄んだ沖縄思い出したな。綺麗な色って言った時大体青だ。沖縄思い出したな。海か空か分からんが、あの境目の色しました。タッチ来たら話別。え、タッチ来たら話別。マジ、そういうとこ頼むぜ。衝撃来たら話別でしょうよ。もうそれだけでいいんだから。沸騰してまいりました。はい、2対1です。やります。北斗とは違います。頼むぞ、マジでマジで頼むぞ。当たってもいいやろ。お願いします。頼むぞ。いっちゃいっちゃいっちゃい。よろしい。ナイス。嬉しい。さあ、やんぞやんぞ。
たきたきたきた2回目ですもんね。2回目、2の1よ。そうよ、今日通してそれが普通なんだから。もうその通してとか知らん、うん、俺は俺、うん、あ、出た俺は俺、2の1出して、出して決めるぞ。そう、最初の時も言ってた、うん、マジ、うん、成長してない最初の時も言ってた。ひどいな、これなんかいつもより翼広げてない？あんの？いつもよりちょっと翼奥に広げてないですか？ポジティブ？え？ねえ、そうよね。違和感すぎる。どう？どうですか？広げてねえじゃねえか。行きましょう。ぼく見える？ギロスの回転数。426回転です。ありがとうございます。いや頼むわ、ちょっとなんかもういい攻撃でお願いします。敵の攻撃来るか来るかってところでさっきいきなり当たったんですよね。メンタルに来る攻撃にしてくれ、それなら耐えれる俺。悪口とかにしてくれ。4ここでもうお願い、ほんまにお願い、マジお願い、マジお願い。早いよ早いよ、今早くなったよ。行こう行こう行こう行け。あ、え、あれ、それすらも錯覚じゃない、早かったの。お願い称号お願い、目開けて。あー、きつい、マジできついな、やばい、心折れちゃう。折れちゃう、ちょっと折れちゃう、さすがに。マジかよこれ、頑張ろうぜみんな。核変突入率 10% です。やばいね、やばいね、10はやばいね。頑張ろうぜ。4回欠損でしょ。確かに4回欠損か。4回欠損で平均で割り出したらまあまあ2、3。あ、ガロケ刺さった。ナイスナイス、お願いします。なんでそんなん持ってんかな。おー、ガロエスピ、直接ガロエスピ。うわ、こっちも来てるよ。ラストお願いします。いや、こういうの、はい、マジこういうの、いや、マジこういうの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 。よっしゃか、ナイス、頼むぞ、あるよ、いや、マジである。やばい、初めて当たるとこ見れそう。これは行くかもしれない。セリュー、うわ、あるって。ガッツさんマジあります。俺はお願いします。俺はなんか電車の人、電車男。いや、今日初めてだこんな。いや、もうロギーさんどうでもええわ。おお、スイッチのタッチじゃないのこれ。え、おい、あ、違うわ。いいね、全然あるでしょ。青だったけど、あれ普通青から赤になったよってことですね。あ、だよね、あんまり一緒に当たろう、一緒に。あ、ここでもう当てちゃうよ。行くときは一緒だよって。入れちゃう入れちゃう。紛らしいな、スイッチオンのマークと。これ衝撃あるよね、衝撃あるよね、衝撃ギルトあるよね。これであるよ、全然ある、全然ある。こういうところからあ、もうなさそう、衝撃ギルトは。さっき言ったらこんなんでも当たりましたから。でも最後ボタンならいいんだもんね。カモンボタン、タッチ。うわー、もう君はいい。何度かガロケ刺さったのにガロケ使わせてくんないの。いや、ガッツさん決めちゃって、ま、っせめてガッツさん決めちゃって、頼む。ここますよ。いや、マジで頼みますわ、ガッツさん。はい、いきますよ。はい、当てる。しゃープロ頼んだ。いや、来てる来てる来てる、これいい流れ来てます。ありがとうございます。46,500円、全部まくります。お願いします。いや、右入りはマジで全然まくれますもんね。全然まくりますよ。よっしゃ、いや、ちょっと希望をつないでください、ガッツさん。つなぎましょう。もう戦わないでさ、それのパターンもあり、ね、いや、ここむずいな。誰もそれならん、うん、何回かあってもいいよね。ね、1回ぐらいね、何回かあってもいいのにね、言ってたけど、それはそうか、みんな続くよ。ラッシュ行ってないから、なるわけねえんだ、うん、買ってるわけじゃないんだよ。バカなこと言ってたもんね。行きましょう、ガッツさん。しかもラッシュ取ったら、え、売ってんのプロっすよ。いや、プロです。24連でしたっけ。24連が最高です、僕の記憶は。超えちゃいましょう、今日。ガットさんを超えれるのはガットさんだけですから。任せてくださいよ。頼りがいねえな、今のなんか。全然全然全然、任せて、ほら相手、ほら踏みつけることしかしてこない。はい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 、星さん星さん、おいおい、星さん、マジ、もうこんな見たことない、見たことない。いっぱい雑魚的が来たってね、ガロ強いんだから。それ入るやつだよね。これジーレバーを、ジーレバー、まだレジって言われてるタイミングがね、
はい、でも、まあ、結果的にほらね、嘘だろ、マジかよ、マジで、いやだ、七割ぐらい、もうダメ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 、オンランないないない、絶対ない絶対ない、いい復活でいい、普通に、うんうん、お願いします、復活復活、通常の絵はもういい、うっそ、え、龍が来い、うわうわ、嘘でしょ、この俺らもうガロ恐怖症になっちゃうよ、この気持ちか、怖いわ、11回当てて1回おかしいって、うん、おかしいって、そろそろ750回転ですね、前向きな6枚目、いやいいよ、全身ならいいよ、前向きな6枚目いきたいと思います、じゃないじゃない、まあ当てりゃいいですから、ちょっと今回のデブ5物足りなかったなって思われるのやだ、いやよね、久々に5人並んでパチンコってんのにな、いつ以来、いや結構久しぶりなんじゃないですか、原産ブロックの時ってガットさんいなかったですよね、僕いないです、ああそうか、だからもう最後がユニコーンか、え、ユニコーン以来、ユニコーンの時も途中で解散しましたからね、確かにずっとガロ以来ないのか、ユニコーンの次原産ブロックでしたっけ、確か考えたらずいぶん久々に並び打ちしてるのに、食らってんな、食らってるね、パチンコの並び打ち本当勝てないですね、何なんだろうね、これ一人一人別の動画やったらモック以外全員終わってますもんね動画として成り立たないですかね、刺さった、よし、よし、開幕弱いです、あ、終わりました、すいません、え、もしかして、はい、出ました希望が、はい、あ、でもアニメ、アニメから貼って、ああ、疑似伝なんや、あ、でもアニメから行くんや、アニメから行くパターンの方が熱い説ないですか、どうでしょう、なんでもいい、最後で当たればいいんだ、いいよ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 、いい、ああ、いいね、ああ、魔天使が出てた、いいよ、あれ、この流れ見たことある、まあ、ここまではめっちゃいいです、めっちゃいいです、そう、からのよね、青のままなわけないよね、おい、銀座を、うわ、なんでここ青なんだ、なんなんそれ、希望出てるしさ、青やしさ、なんでそんなちぐはぐな、賛成フラッシュここ、いや衝撃あればね、お願い、ある、ある、話変わった、話変わった、これは当たりそう、うん、こうなったら話変わりますね、でも最初のガロ剣生きてますよ、これは、いや、ここ当てよう、絶対当てよう、絶対当てるぞ、おらーい、はいはい、ナイス、さあ行こう、3回目を初当たりも、はい、3回目お願いします、いっちゃって、じゃあここいい数字お願いしてもいいですか、お願いします、まあそうね、うん、もうなんかあんま期待もしてへんかった今、そうですね、うん、ここはもういい、ここはもういい、搭載されてないままだな、ある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 体格差あるもんな、随分なんかよく考えたらフェアじゃないよね、フェアじゃないっす、危険度25、25、めちゃめちゃ星あります、これ数えられんかった今、こんな星あったらもう無理やん、星ありすぎたわ、あ、めちゃめちゃあった、めちゃくちゃあったな、めちゃめちゃありましたね、横からもう見切れたもんね、うわーとかもないですもんね、うん、いやもうないのよ、はい、ほんまにもうない、なんかそうよねって思っちゃう、うん、どうにかなんないですか、ここで目開けていただくとかないですか、うわ、結構マジでこれ心にくるわ、いや本当にもう7で当てましょう、そうね、もうこのまま飯も食わずにぶん回してたら俺らただのパチプロやで負けてるパチプロやで、それただただ飯食わずぶん回してるだけやもんね、はい、デブ要素ないもん、もうただストイックなだけっていう、そうよね、そうよね、うん、シャウロコに触れたのだ、相応の覚悟はできておろうな、最終決戦開幕、みんなの歌声がくれたギアが私に負けない力を与えてくれる、
皆さんお待たせしました。かわいいロギーさんはここまでです。こっから先はかっこいいロギーさんになります。見せちゃうよ。はい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 、ちょっとすいません、見えてない人に説明を。当たりました。うわー、ナイス。そんな、あんなでそんなのかっけーわ。そんなのから当たるのってやつで、はい、あの赤タイトルだけ。そう、ロギさんお願いします。右に、右に、いや、もう4回目搭載されてるって証明してくれ。僕かっこいい。ロギーさん、我々台見えないですから、はいはい、ものすごい耳で音だけで今聞いてるんで、耳に集中してね、耳に集中してるんで。言葉も出ません。もう本当にナイスファイトっす。戦いました。もう今みんなメンタルいってます。いってます。いや、本当申し訳ないです。僕6枚目いっちゃうんですけど。すげー、やば。すいません、僕もう少しで7枚目なんですけど。やば、このまま全員手玉伸ばしたら20万負けるからね。もう全部終わらせます。オッくん、マジっすねえな。お願い、もう通常はいらない。なんで持てへんねんよ。ちょっと右入んだくなるから。あ、ちょっと、ティロさん、ガーの気持ちが。だから持てないんでしょうね。ラストは言ってる。キッツバレた。モックンの叫び声よりも先にラストって言われて。音量一個大きいから。マジで。いや、おかしいって。マジで、ごめんなさい。いやいやいや、もう誰も攻めない。こんなもんモックン悪ないもん。14の1の方がおかしい。やばいね、うん、これは。ま、もっと言ったら、謝るならその1もいらんかったね。もはや、うん、14の0でよかったかもしれない。本当にもはや。え、どうします。いや、そう、どうします。いや、本当にまだ行きたいよね、はい、皆さんどうですか。いや、さすがに、ね、さすがにこれでは終われないわ。こんなんで終われるわけない、うん、で一回休憩します。一回タバコ吸いたい。トイレ行きたい。腹立つ、こいつ。ちょっとしんどい。やばいっすね、メンタルが。そう、ちょっと8枚目入れてきます、俺も。これ何時まででしたっけ。8時半。8時半。あ、じゃあ全然いけるわ。じゃあ7枚目いきますか。いやいや、ガットさんが7枚目いくんだったら俺8枚目いかしてくださいよ。いや、おい、どうなってんだよ、ここ。ちょっとこんなね、完全確率のものを触ってて言うのあれなんですけど、はいはいはい、正直ちょっと僕の台とそのモックンの台、性能差がありすぎるんですよね。そうね、そしてみんな運命共同体じゃないですか。そうね、はいはいはい、これ台変わったりとかどうですか。ちょっと流れ変えるみたいな。ああ、なるほど、はい、いいんじゃないですか。秋山さん、こっち来てそのやる気するってことですよね。そう、だからモックンのいい台打たせてもらって当たる可能性もあるし。あ、全然もうすぐ変わりましょう。で、逆に、はい、モックンがこれを救ってくれる可能性も考えてる。確かにね、確かに。で、2人とも好転したらもう逆転の目が見えますから。そうだね、ここから悪くなることはないから、もう、はい、僕、秋山さんとこ行きます。よし、やろう。これ、ガラリと変わる気すんな。あるぞ。よし、変えていこう。秋山さん、あの子救ってやってください。あの、気合はあるんですよ、その子。なるほどね、はい、連に入らないってことだもんね。あの、バトルが弱いだけです、その子。なるほど、なるほど。1074回転からいきます。はい、41回転から打ちたいと思いますね。はい、お願いします。すごい差だな。結局でも、ワールドカップドイツもそうやったんじゃないですか。フォーメーション変わってからみたいなところなかったですか。あ、なるほど。もう防戦一方、どうしようもないんじゃないかと思いながらも、フォーメーション変えてからガラリと展開変わりましたから。そうですね。
すべては後半ですね、うんうん、で我々もありますよこれ。そうそう、ここが変わったことによって中も、ね、ちょっと待って、これ入ったらここ回ったんですけど、ショートバイブみたいな来てブーブーって、あーえっ、多分補佐の補佐のやつじゃないかな。なるほどな、多分秋山さん補佐の補佐のやつ言ってたから、多分それだと思うかね。ブーブーって言ったんですけどごめんな、もっくん。いやいや、すいません、うん、ごめんね、なんか。いやいや、すいません、僕は悪いっす。そうか、ガロヤミゾーン行きました。ナイス。いや、でもなんか怒るな、今まで秋山さんで見てないからね。ないよ、そんなゾーン行ってないよ。1077回転ぶりのもう何でもいいから、だめ。俺だって怖くて前日どんぐらいハマってたかとか見てないもん。おお、一応顔出てきた。それも見てないよ。見てないよ俺。いや一万体いってんじゃん。え、一万体、いや見てないよ俺。え、あれ本当にあるか。いやマジであるよ。座ってから三回転かな。これ満体満体ほら。いやもうちょっと分かんないけど、ただただボックンがすごいんじゃない。当たんなきゃ意味ないですもんね。当たりますわ。そうね、そうね、はい、当たらない意味ない。どんなリーチも関係ないです、うん、よし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 。本当にお願い。1000回転って初めて剣押すんだよこの台。1万体倒すだけ。あの剣押すの俺が良かったな。でも頼む、僕当ててくれ。はい、ゆらゆらゆら復活復活した。すげえ、すげえ、よーっしゃー。どういうこと。いや、やっぱやべえ、台がどうこうとかないです。すげえ大歓喜だこれ。パチンコパチスロー大歓喜ありません。気持ちですわ。いや、すごいわ。すげえ、いや気持ちだこれ。いや、もっとすごい入れちゃう。これはすごい。いや、素直にいけよ、もうこの剣で奇数なら。え、じゃあ俺がダメだった。出たボケ。出たボケが、ほんとに。あ、出てる出てる、モク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 、はい、出てる出てる。やめといた方がいいよ、それ。ごめんなさい、闇モク出てる。まだまだこれからでしょ、これから。なんとね、ボケだからな。あ、出てる出てる。そうそうそう、闇モクンゾーン出てるから。出てくれよ。さっきみたいになんかそのバトルする前にも急にて言え。この辺でこの辺だったな、さっきな。あ、これ星さん、星さんです。攻撃 お願いします。頼むわ。僕今初めて星さんいける気するな。いや、いけるよ、絶対いけるよ。そんなに行こう行こう、行きます。青、緑、赤、はい、白、僕まだめでたい音聞こえないよ。はい、今から鳴らします。すみません、うん、ちょっと遅れてます。うん、いいいい、もうさっきと違う画面見せろ。関係ない、またあんだろ、戻んな。どうだろう。いや、きついな。いや、すげえよ、逆にすごいよこれ。逆にすごい、逆にすごい、うん、すごい、本当にすごい、マジですごいわ。何回心折れりゃいいんだ。15の1、15の1なんてもう金輪際見れねえから、うん、絶対15の1、そんな動画ない、まあ、ない、たった一人が7回も初当たり取る動画からない、うん、分かったか。あ、全然弱かったっす、ロギさん。ごめん、なんかロギさん、こんだけ金使ったんだから弁当ぐらい出してくれよ。お、ナチュラル、本当にナチュラル、まあ、まっすぐだな、それ。俺ら金兵衛何個買えると思ってんの、全員で。モックンの台静かなんだけど、もうちょいで100いっちゃうけど、もうそれハマってるってことでしょ。そうですね、100超えたのは2回だけです。すげえ、やばいな。すげえな、マジで。31同じ台とは思えねえな。頼むぞ。おーし、よっしゃ。これ今日ボタン2回外しました。495です。おいし、いや、ナイスです、マジで。いや、こんな逆で奇跡起きてんだから、そんな奇跡も欲しい。頼む、7来い。いやー、もう見た、ここまで見たことあるよ。あー、推しめっちゃある。
言葉が出てこないな。いや本当にこんな負け方します？別に当たりはすげえ当たってんのにな。ちょっとすいません、僕お金下ろしてきてもいいですか？ロギーさんが、うん、すいません、おっちゃんがお小遣いくれた。8枚目ですこれが、すいません、油断しました。9枚目入れていいですか？しゃあないっす、しゃあないっす、いやもう行くしかないっす、ここまで来たら。申し訳ないっす。この1万円重いぞ、めちゃくちゃ重いな、より重い。今日帰れへんまであるなこれ俺も。いやさすがに誰か一人ラッシュ入るまでやめるでしょ。俺多分人生でこんな負け方したの初めてなんですけど。ただ10何回初当たり引いて幹取れなさすぎるのは、ね、納得いかないな。17の1とかでしょ、おかしいよね。よし、1回目の当たりこれだったからね今日。ほら来た、あ来たでしょ、来たでしょ。これ当てて右に入れる、はい、そうです。そして出す、簡単なこと。たくさん重い背負ってるから。この電池が落ちちゃいました。重い背負ってるから行くぜ。よし、ありがとう。よし、やった、当たった、すごい。2回目頼む、ありがとうございます。久しぶり、はい、久しぶりでございます。バトル見たくないです、見たくない、見たくない、マジで。バトルはバトルだ、バトルいらない、絶対なら、絶対なら、絶対なら。ガッツさんマジで頼む。ここでここで決めちゃおう、ここで決めちゃおう。もうお願いします。1人ぐらいね。5か5か6か7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 だ。バトルかそんなが、そんなことある？7万8000ですね78本、頼むぞマジで。敵の攻撃すんごい弱いの来てくれ、見たことないぐらい弱いやつ、ね、デコピンとか来てくれ、デコピンとか星さん、リベンジ、リベンジ星さん、リベンジ星さん、マジ？いけるぞ、さあ行くぞ、行くぞ、ここで。ガッツさん、マジ頼んだ。ガロ強いとこ見せちゃえ。お願いします、お願いします、お願いします。復活しろ、復活しろ。マジ頼んだ。よし。いけいけ、復活しろ、復活しろ。50%見せちゃ、見せようぜ、50%。くっそ、なんでよ。ディガー来い、ディガー、ああああ、くっそ、なんだこんなむずいのかこれ。17、いや期間、期間、さすがに期間って。2分の1って何ですか、教えてください。相手もう今椅子に負けたぞ俺今。いやちょっとまずいなこれ。みんながみんなあの数字変わるところ今回こそってやって折れる瞬間がもう心痛くて。いや、ほんま、いやあれ俺も見てられへん、ねね、俺人のやつ見られへんあれ、はい、でも昇格する瞬間は見届けたいから、うん、いやこれ結構マジで怪しいまでありますわ。なんかもう怪しいまでありますわ。地獄ですね、これがリアル、パチンコ収録のリアルだと思いますよ。みんなが一つの当たりを目指してこんだけやってるっていうのは時間で帰んないですから、もうみんな弁当とか気にしてないですもん。これ以上負けることないでしょ。何取ってんだよ9万4000入れてんだぞ。あー、子供が2段ベッド欲しいって言ってたんですよいいの買えたな。じゃああたれ、あ、あれいった、お願いします。すごいやつちょうだい、すごいやつ、すごいやつ、すごいやつ。あ、でも、あ、これなんか枠こんな金でしたっけ。あ、金やったんやろうな、多分な。あ、そうそうそうですね、それデコ金ですね。おい、でも赤よ、赤だー、フェデリクス赤、お願いします。いや、本当お願いします、本当お願いします、マジお願いします、頼んます、頼んます、もう手が引いても欲しいです。おらーい、ナイス、おらー、やんぞー、待ってみましょう。なんか来ましたね、もう5回目やぞ。
ありがとうございます。任してくれ。いやお願いします。引っ張るよ。行ってくれ、マジで行ってくれ。本当にもう行けよ。あここで決めちゃう。そう、もうここで、ここで決めちゃいたい。よー見とけ、はい、見せてくれ。金色の文字、金色の数字揃うところ。ダメおいしょ。さあ勝とう、さあ勝つぞ、勝とう、勝とうって、勝つぞ、お願いします。いやもうそんなに 50% って引かんて。知らん攻撃ちょうだい、お願い。いけ。あー見たことある、何回も。いい加減ガロ勝とうぜ。いやもういいでしょ、うん、もう立ち上がろう、もう勝ってもいい、うん、さすがにそんな立ち上がらないガロ見ないよ、うん、多分俺でも立てる。マジだ、これさマジだ。18回目も入んなかった時のリアクション教えてくれ。正解教えてくれ。確かにね、もう何も感じねえぞもはや、うん、分かんないけどさ、目が覚めたら今日の朝ってことない、これなんとかならない。僕もしかしてまだ寝てます。そう寝てる寝てるって。夢から覚めてくれない。悪夢見てるね二郎さん。だってだよ、いやおかしい、無理よ、おかしい、無理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 おかしいって。なんだこれ。いや当たってない俺が言うのもあれですけど、18回初当たり引いてるんですよ、はい、いやおかしいっすよ、どうにかなっちゃうって。さすがに、いやいいよ、もう俺がガロなるよ。戦わせろとね、うん、俺がなるよ、無理よじゃないと。雑魚すぎるんだよ、うん、さすがに。世界初のパチンコ動画出来上がったよこれ。えもう18分の1の1、はい、いらんって。いや僕僕1いらん。これは謝ったらいますか。もしかしてこれは謝ったら、謝ること謝るのが一番きついよ今。もう入る気しないんだけど、ああどうしたらいいか分からん。いつ やめるっていうか、これ閉店まで打つんですかやっぱ。もういやいや俺はいけるよ、僕も俺もあの誰とラッシュまでっていうなら行くよ、うん、まあ、ラッシュまではもちろんやりたい、うん、ただ本当にこれラッシュ入ってるかどうかだけ一回ちょっと聞きたい。やっぱり YouTuber のヒカルさん呼ぼう。検証してもらおう、これ当たり口入ってないよ。出たら足していくだけなんでって言われるかもしれない。足してないやろじゃあ。んだよおい、さっき出たやろ全部。足すなよ通常ばっかを。だってもう30万超えてるわけでしょ、それまくって勝ったらすごいでしょ。いやこれ多分すごいですよ、よっぽどすごいですよ、うん、パチンコパチスロ動画で総投資3、40万いってまくってるの見たことないです。いやもうやったろやったろこれ。やっぱ頑張ってる人が報われるっていうのを動画にしたいよ、うん、いや分かる分かる。でもっくんは、はい、ファンに手出しちゃおう。出しちゃおう、それは今日は仕方ない、今日はもう出しちゃおう。やっぱ人間あのピンチになると、うん、あの防衛本能で子孫を残そうって言うんですよね。最低だ。いやなんかピンチ作ったから何でもしていいんじゃないから。モガワの血が終わるんじゃないかと思ってそうね。ガットさんとロギーさんはあの女子ライター手出しよう。やっちゃおう、行きましょう、やっちゃおう、片っ端から DM 送って、やっちゃおう、やっちゃおう。あ、DM 送るのやめろ。あ、ごめんごめん、そういうつもりじゃなかったんだけど。 DM 送るのそういうつもりじゃなかったけど、モク今のは本当多分違うよ。DM に敏感すぎる。 LINE 知らねえから DM だっただけなんだけど。え、DM ってダイレクトモックンやった。そういうのあった。あ、そういうのなんだ。あ、すいません、心折れました。当たれー、当たれー、いけいけー、あ、ならんの、おい、おー、来た始まった頼まい、おい、清流、ナイス清流。いや、これ当たるやろ、清流は当たる。いや、これは当たる。いや、これすげー、6回目、うん、これいって4連覇でも あのブルブルは当たるよ。当たったら全部疲れるからダイレクトモックも。行こう。俺なんならブルブル来てから言っちゃったから。何やっすか。緑当たりや、緑あれ今、これもこれ複雑、あ、ぶち込むぞこれ。いけいけ、まあいいや、もういけいけ、追いつくよ、流れ変わったんだから。みんな当てよ、みんな当てよ、よしよしよし、行こう行こう、へいへい、ナイスー、行こうぜ、もう行く流れ行く流れ、これ何回です、早いっすよね、めっちゃ早いっす。48、あれだ、今48だって49になるのかな、49、はいはいはい、幸せの48、はい、
いや49になるんでしたっけ。死ぬ苦しい苦しい苦しい。いやもうこれ以上苦しくなら確かに。おい待て、49俺の誕生日死ぬところ。49やめろ。死して苦しむ。幸せが来るっすわ。幸せが来るんだ。そう、幸せが来る。幸せが来る。にゃー来る。まだ来る。まだ来る。猫ひろしみたいな。にゃー今回こそ耐えます。いや耐えちゃって。だって今まで耐えてきたんやもん、ずっと。もう慣れたでしょ。ガロの心は折れたけど、俺らの心は折れずに来たんやから。そう、何ちゅう思てんねん。だからここだから。ヒロさんの首が横に動いてる。おい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 、お願いします。お願い、ただもうここで決めよう。本当に決めよう。本当に行け行け行け。なんだろこれ。これマジだ。なんだろ、搭載し忘れた、ね、おかしいよ。データ不足。何のこと。勝つパターンの映像ないか分かんないけど、前日のデータとかも見ていいですか。もう何なんこれ。出ろ、なんか出ろ。どんだけ初当たり。開け、目を開けろ、前を向け。早っ。6-0。自身6-0とかも初めてかもしれん、ね、そもそも9回目の時にモックンが入ってるから確か、はいはいはい、そっから今10回ないんですよ。うおーケツー。こんだけ右入らんのがよっぽどホラーっすもんね。いやお前が声やったらしい。そうね。どういうこと。何の意味。あ、ガラフェイスゾーン。え、ガロフェイスのプラス検査されました。ああああ、マジ。ちょ、行っちゃって行っちゃって、もう行っちゃいます。おー、ついモックが8回目行くか。そう、マジ。追いつき追い越せしてるやん。あー違うな、そういう競争じゃねえんだよ。あ、希望って書いてあります。あー、それ言っちゃダメよ、おめえ。希望って書いて台無しって読みます。あれなんかすごい全員集合背景みたいな。でも希望で当たるゼロじゃないわ。いや、そのゼロじゃない。今まで当たらんかっただけで、未来は僕らの手の中やから。回避して回避できちゃう。俺ら全員近い気ですよ、この後。夜勤はもうね、押された後だと思うんですよね。うんうん、確かにね。これが労働まである。スコの労働。なんで青なんだよ、ボケ。ボタン連打します。20回目。あの18回目のボタンで。マジで青タイトルの何もないですよ。いやだからもっあの衝撃もないし、すごいわ。うわすごい。8回目の当たり32,000円。回転数お願いします。あ、358です。358、はい、希望でも当たるんだね。もうここで決めるんで、もうちょっとみんな見てください。ここでも決めます、はい、あの見ます。剣のところで奇数出します。お願いします。もっくんが決めてくれんと無理なんよ、俺らは。ああ絶対決めます。頼むぞ。よし、みんなで20回目。20回目初当たり。20回目すごいよ。3-1-9、20回目。いけ、もう一発でいいから、許してやるから全部。まだね。いきます。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。ボケ、いやすごい。ボケがすごい。すげえわ。すごい。グッチ割る。ボケ、ボケ、ボケ出たわ。よっしゃ、当てた。すごい。またせやがって。もう絶対戦わねえじゃんこれ。いや続こう、続こう、みんな続こう。これさあすごいね、モックン。やったー。ただ俺もう少しで11枚目を入れようとしてます。関係ないじゃん、ね、関係ないよね。追いつきゃいいんだもんね。モックがラッシュやってる間に、そう、行こう。合コン、はい、僕、まあ、盛大な振られ方して盛大な悪口言われたじゃないですか、はいはい、会社行っていじられるのかなと思ったら、女性の後輩2人いるんですよね、はい、2人が僕に気を使ってコソコソ喋ってました。あれ見たみたいな感じで僕に聞こえないようにコソコソ喋ってました。一番勝ってる僕が一番黙々とってる、うん、
僕はあの中村玉緒さんと2人で実践したときに、はいはいはい、僕喋りすぎてジャガーシー言われたことあるこの後どんな感じになったんですか。いやもうこっちシュンとするしかない。やっぱりサラバン2って言って、はいはいはい、で通常引いたんよ玉緒さん、はい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 、でうわーってなるやん、はい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 、でうわこれ玉緒さん何々ってみたいな話してると、はいはい、ジャガーシーいやエッジ効いてるな。今日も戦いよっしゃー、すげーすげーぐっそ気持ちよかった。3連発です。あーすごいすごい、ロギさんナイス、よしロギさんナイス、つながってるつながってる、おぉマジか、ナイス、いやーマジでかい、あれ、おぉマテンシ、マテンシだ、流れがマジでいい今、めっちゃいい、めっちゃいい、今日一番の流れ来てる。